ら、生クリーム使って、ほんまに爆速トマトクリームパスタ作ってお昼ご飯にしたいと思います。マリナーラのトマトソース、欠かせないの生クリーム、この2つに少しアレンジを加える。鍋じゃなくてフライパン、たっぷりと水を張る。沸騰したらクッキングソルト、そこにパスタ適量、特にないこだわり、やけどだけはしないように気をつけて調整。なんか変な匂いすると思ったら焦げてた。茹で上がったパスタにオリーブオイルをお見舞い。くっついたりしないように下準備は大事。ここからがズボラの本領発揮。使い終えたフライパン、オリーブオイル加えな。洗い物の手間がこれで一点なくなる。チューブニンニク、こいつがアレンジの肝。香りが出るまで少し待っててくれ。いや、急に出てきたな。おい、トマトソース、オイルになじませるようにしっかりとかき混ぜる。ここでいよいよ生クリーム投入。円を描くように、入れすぎには注意。ちょっと入れすぎたけれど、これはこれで OK。 本来はトマトの赤がもうちょっと見えてたい気分。少し煮立てて水分を飛ばす。ここまでの所要時間およそ10分。あとは絡めて盛り付けてトッピング完成。パセリ、ブラックペッパー、タバスコ、いただきます。